マザーズガーデンはこの辺りにあるらしい。多くの蛇が育てられているが、場所は隠され、誰も知らない。私は行ったことがなかった。マザーじゃなく、ファーザーに育てられたから。さて。表向きは孤児院だ。地元の修道院に支援されてる。修道士にでもなれば潜り込めるだろう。修道士、また変装か。仕方ない、修道服を調達しに行こう。修道服は手に入れた。あの子、あの足の運び、気配を消してる。何か盗んだ。やるね。素人じゃない。マザーの子かも。人飼いが言ってた孤児院の話、嘘じゃなさそうな。片付けなきゃ。かかってこい。こちらの場所。欲しいなら取ってみよう。
行くよ。ここからだ。行きます。どうですか。さあ、行こう。さて、何が出るか。そうね。いざ。やれ、ね。よ。おや。よ。いいです。ほらほら。出番。ゴミは片付けなきゃ。おや、新しいシスターさんかい？はい、お世話になります。うん、お入りなさい。また金か。綺麗な音ですね。そうじゃな。ん？ここか。あれがマザーの子たち。あんなにいるのに不気味なくらい静か。よくしつけられてるね。いい子にしていたかい、卵ちゃんたち。今日は上物が手に入ったよ。こいつを盗んできたのは誰だい？私です、マザー。おいで、ミラ。あの子、さっきの。これはウルフダイヤ、一級の宝石だよ。お前たちもミラを見習いな。よくやった、もう一人前だ。褒美をやるよ。蛇の証をね。首輪。似合ってるよ、ソローネ。初めて見た血はどうだった？パンには塗りたくない。これでお前も立派な蛇だ。そして私が母をやってわけさ。違う、本当の母親は私を産んで死んだんでしょ。口答えするんじゃないよ、ソローネ。
ここで生きたけりゃ黙って私に従いな。はい、マザー。似合ってるよ、ミラ。素敵な首輪。マザーのためなら何だってします。いいかい、時間になったら黒金の塔に来るんだよ。わかりました、マザー。モロゾフ、時間になったら扉を開けておやり。承知しました、マザー。この首輪、外す鍵の一つをマザーが持っている。奪って殺す。そのためにはマザーの隙を探らなきゃ。大丈夫、今手当てしてあげるから。これ使って。この子失敗してマザーにお仕置きされたの。失敗するとマザーにあの扉の向こうに呼ばれて。扉？普段は鍵がかかってるんだけど、マザーに呼ばれた時だけモロゾフが鍵を開けてくれるの。そこでね、私もどんな痛みでもいつかは慣れるよ。私何でも人より遅い出来損ないだった。だからきっと、そろそろ時間だわ、行かなきゃ。じゃあね、シスターさん。どうもご親切に、いろいろと教えてくれるんだね。マザーは扉の先か、狙うには都合がいい。扉の鍵を持ってるのはモロゾフって男だったな。じゃあ頂戴しに行きますか。
マザーはそこか。帰らせてもらうよ。行きますか。どうですか。掃除する。ここからだ。ごめん。いいぞ、ヒカリン。行くぞ。いいでしょう。それ。行くよ。そこ。さあ。デボン、遊びは終わりだよ。さて、何が出るか。傷を癒すためにすべて。この力、どうにかする。まだまだだ。ここからだ。使わせてもらう。さあ、よし。行きますか。成果の輝きたまえ。私の獲物だ。感謝するぞ。押した。サポート。成果の実力。輝きたまえ。行くよ。いざ。おや。ガロロロロロロロ。ガロガロガロ。行くぞ。さあ、蛇は素早いよ。
出番か。おや、いいです。このほらほら、いざ、いきますか。私の獲物だ。どりゃー、やったね、この、どうですか。行くよ。悪いか、本気出すか。さて、何が出るか。出る。おしまい。こちらの番だ。この目だ。出番。そこだね。さあ。なんか本当に。ほらほら、戦いは本業じゃないんですね。世辞はいい、剣が錆びる。
獣だ。掃除する。くらいな。いや、やれ。はい、こちらの番。私の獲物だ。やるじゃん、おしょっ。やってやる。さあ、そこ行くぞ。いいでしょう、本気で行きまった。ほらほら、さあ行こう。スタイ掃除さ。欲しいなら取ってみな。さあ、ミイラ、一人前になったヘビに聞かせるおとぎ話があるんだ。おとぎ話楽しい宴が始まるまでの余興だよ。遠い昔、あるところに愛し合う男女がいます。しかし二人は敵対する国の王子と王女でした。やがて互いの国が戦を起こし、王子と王女は駆け落ちしましたとさ。お久しぶり、母さん。おや、ソローネ、ようやく来たかい。やっぱり気づいてたね、私がいること。見慣れないシスターがいたからね、ミラに案内させたのさ。ここなら誰にも邪魔されず娘を可愛がれるだろう。あの金の根の正体は、そのお仕置きか。相変わらず、悪趣味だね、母さん。お前が選別に残るなんてね。何しに来たんだい。母さんの無知が恋しくなったかい。ははお前は誰よりこの無知の味を知ってるからね。人を思い通りにするには痛みが一番さ。同感だよ。私はあんたにお仕置きしに来た。あんたを殺して私は黒蛇を抜ける。このメス蛇が。私はね、お前が大嫌いだ、ソロ。言うこと聞かない奴が一番胸くそ悪いのさ。行くよ、母さん。ここからだ。これでどうだ。出番。来た来た。ありがとう。やれやれ。傷を癒したんですよ。さあ、そう。
ざ。使わせてもらう。さあ行こう。いいでしょう。成果の輝きたまえ。行くぞ。いや行くよ。オッケー、揃うね。あから行きますか。信じてましたよ。ライト！出番か。そこ！いざ。これでどうだ。これは、よっ来た来た。どう、こちらの番だな。ヘビは素早いよ。くらいな、デボン。そこ。テメノス。行くぞ。そののために。とどめだ。いいぞ、ヒカリン。ガロロロロロロ。急いで。傷を癒した。ナイス、ケベノス。ほよ。こちらの番だな。この力は熱弾。行くぞ。私の獲物だ。ふいえい。ほよ。ガロロロロロロロ。どりゃー。出番。
任された。ソローネ、使わせてもらう。いや、やれ。傷を癒した。こちらの番だな。私の獲物だ。行くよ。さてと。突撃弾。オージュット。やってやるよ。そこくらいな。さあ。まずい。ガルガル。行くぞ。ほら、出番か。そう。さてと。任されたぞ、デメノス。大継承ブランドよ。あちゃふっきいただき。まずい。行くよ。そうや、やれ。運をあがないなさい。傷を癒した。ありがとう。ここからだ。出番か。さあ、行こう。いざ。とどめだ。いいぞ、ヒカリン。そこ。ここからだ。これでどうだ。を癒した。セメノス、行くよ。行くぞ。祈るなら今ですよ。ほよ。出番か。くらいな。傷を癒やした。ナイス、テメノス。さあ、行こう。ここからだ。使わせてもらう。さあ。しっかりね。ローネ君、
ぽよ。ブランドよ。さてと、羊さん。こちらの番だな。これでどうだ。私の獲物だ。行くよ。やれやれ。それ。さあ来た。さあ。およ。感謝するぞ、おしと。しっかり結ばない、ソロ、行くぞ。検証ブランドよ。いいでしょう。これでしばらく。さあ来た。急いで。こちらの番だな。行くよ。よし、行きますか。はっ。あの女のガキ。何？それ。お前を産んだ女はかつての私のボスだ。すご腕の攻撃。憎らしいほど強かった。私の母が蛇の頭だった。知らなかった。母さんに口止めされてたから。あの女は私がはめて殺してやったのさ。そして蛇の頭はすげ替えられた。そうして繰り返されてきたのさ、後継者争いは、ね、後継者なんて興味ない。私は自由になりたいだけ。じゃあ自由になりな。腹股をぶちまけてね。がないなさい。
乗るなら今ですよ。この縁が上よ、深く使わせて。失礼しちゃうよ。これでどう、今だ。海をあがないなさい。ここからだ。使わない。こちらの番だな。ふっ、やれやれ。行くよ。そこ。オッケー、ドローね。はよ。すまない。出番。さてと、改めなさい。毒撃弾。さあ、行こう。よいしょ。いざ。大継承ブランドよ。行きますか。こちらの番だな。これでどうだ。おや、さてと、傷を癒やしてくれ。蛇は素早いよ。そこ、失礼しちゃうよ。やっ、縁が上、どりゃー。いざ、使わせて。いいでしょう。本気で行きますよ。毒撃弾。行くぞ。砂漠。熱弾。
哀れだね、ボス。言い残すことはあるかい？やっぱり盗めなかった。私にも。何のことだい？ソローネ。できるなら幸せになってね。私のように生きちゃいけない。安心しな、ボス。ガキは可愛がってやるよ、たっぷりとね。クソタレが。やっぱりあの時お前を殺しておくべきだった。あの女と一緒にね。初耳だ。母が先代だったなんて。何も覚えてないし、どうでもいいけど。私はお前の才能を恐れてた。血は争えないからね。なぜ私を殺さなかった？ファーザーさん、ソローネを殺せば俺がお前を殺すだと。あのクソ親父、初めから娘に惚れ込んでたのさ。そう。話は終わった。首輪の鍵をよこせ。笑わせるんじゃないよ、この腐ればいたが。欲しいなら盗みやがれ、私の屍からね。そうする。自由なんてないよ、ソロン。蛇の影がつきまとうのさ、どこまでもね。やめて！どんなに鞭で撃たれたっていい。この人は出来損ないのを私を認めてくれた。恨むなら恨みな。やめて！そんな。許さない。許さない。私はソローネ。名前を覚えたかい？いつでも命を狙いに来な。歓迎するよ。シスターさん、
ご苦労じゃった。ごめんね、おじいさん。私はシスターじゃないの。そのようじゃな。もう一つ謝らせて。あなたの仕事がなくなる。マザーが死んだから。何、仕事ならまだある。あなたを咎めはせんよ。いい守衛さんだね。私には二人の母がいて、一人は私を産んだ母、もう一人は私を縛った母。どちらも蛇だ。娘の私は生まれ変われるだろう。この足で自由に走れるように。さよなら、母さん。あなたを殺す。私はファーザーにそう伝えた。その彼の指示に従うのを馬鹿げてる。普通なら罠を仕掛けられ返り討ちに遭うだろう。だが私にはわかる。彼が場所を選んだのは私を陥れるためじゃない。必ず何か意味がある。ファーザーの悪ふざけに付き合うのも最後だ。さて行くか。ファーザー。
私の獲物どうぞ。おお、出番か。よし、ライナー任された。富国の誇りとともに。よく来たな、ソロン。死ぬ覚悟はしてきたんだろうな。こっちのセリフで、ここでやるの？待てよ、そうせくもんじゃねえ。ちょっと世間話でもしねえか。そんな暇はない。そう言うな、ソロネ。最後にちょっと語らせろよ。この後どっちかは死ぬの？お前か俺か。貧しい町の生まれでな、生きるため自然に盗みとナイフを覚えた。そのうち町で俺に盗めないものはなくなり、住んでた町は小さくなった。俺は都会へ出た。17の時だ。そして黒蛇に入り、ある富豪の館に盗みに入る仕事があった。そこで出会っちまったんだ、運命にな。標的の富豪はすでにやられ、女がいた。女は別の族の掃除屋だった。あなたも同業者？遅かったね。私はマリエッタ、よろしく。セバスチャンだ。なるもんじゃないね、金持ちなんて。金のない奴に命を狙われるだけなんだから。ああ、だな。悪いけど、お宝は私がもらってくよ。くれてやるよ、そんなもん。へえ、優しいね。あなた何しに来たの？ムクロを腐るほど見たが、こんな切り口は初めてだ。神がナイフで命だけ盗んだようだな。惚れたぜ。俺は女を口説いた。一晩かけて口説き倒した。俺たちは若かった。不幸にもな。しばらく経って二人は駆け落ちしたんだ。
昔話よ。余裕だね、こんな時に。こんな時だからさ、この先に廃れた教会がある。かつてそこで誓ったんだ、永遠の愛を。その教会で待ってる。来てくれ、そうね。行くよ、言われなくても。行くよ。やった。さあ、そこ。いいでしょう。どうですか。こちら。さあ。おしと、バカそうですよ。やったね。罪をあがないなさい。おや、まずいですね。傷を癒やした出番か。やっくらいな。行くぞ。来た来た。行くよ。さあ行こう。いざ来い。やらせに行きますか。傷を癒したのさ。テメロス、ここからだ。世辞はいい、剣が錆びる。Thank you.
ラボー光どうですか、行くよ、こちらの番だ、いいでしょう、傷を癒したシルノス、さあ行こう、ストイいざ、いや、とどめだ、私の…どうか…ガオここだ、マリエッタ。寂しそうな教会。誰にも祝福されない。私たちみたい。似合いの場所だな。ねえ、セブ、知ってる？盗めないものの話。凄腕の盗賊でも絶対に盗めないものがある。それはね、人の中にあって見えないものなの。なぞなぞか、答えを教えろよ。そうね、でもその前にあなたの答えを聞かせて、セブン。俺の？ええ、あなたの答えを。ナイフの技だな。俺が長年磨き続けてきたこの技術、これだけは誰にも盗めない、盗ませねえ。あなたらしいわね。で、結局答えは何なんだ、聞かせろよ。そのうち分かるわ。さあ、早く行きましょう。もったいつけやがって。まあいい、後でじっくり聞いてやる。
ここからだ。これでどうする。来た来た。これでどうだ。いいでしょう。ほらほら。あから。いただき。深く。いや。出番。
合いね。さてと、はい、私の獲物だ。腹ペコだ。こちらの番だな。ごめん、行きますか。どうですか。蛇は素早いよ。掃除する。さあ、ガロロロロロロロ、ガロガロ。ここからだ。来た来た。よ。ほよ。ガオ。着いたぜ、マリエッタ。素敵な場所。ああ、ここで俺たちは。俺たちは何？何黙ってるの？そうだ、マリエッタ、あれ聞かせろよ。なぞなぞの答え、誰にも盗めないってやつ。赤ちゃん。赤ちゃんできたの。あなたと私の赤ちゃん。うれしくないの？ビビってる。正直言うとな、奪うのは慣れてるが、守るものができるなんて初めてだ。こんな怖いなんて気持ちは。マリエッタ、必ず幸せにしてやる。お前も腹の中の赤ん坊も。だな。ここだ、ソローネ。ここでいいのね、死ぬ場所は。ここで俺たちは愛を誓い合った。あの時俺は盗賊から足を洗い、マシに生きようと思った。新しい命ってやつのためにもな。
マリエッタ。それがお前の母親の名だ。ファーザー。それじゃあなたは。俺がお前の親父だ、ソローネ。それが真実だったら幸せだったかもな。あの時は俺もそう願った。だがそうはならなかった。どういうこと？マリエッタはその後ある男と出会った。彼女はその男に惚れ込み、俺の子を殺した。そしてマリエッタは俺の元を去り、やがてその男の子供を産んだ。それがお前だ、ソローネ。誰？その男って。黒蛇を作った男だ。やつが全ての始まりなんだよ。全ての。そして俺はマリエッタを殺した。このナイフで愛した女の喉をかっ切った。ソローネ。俺の娘として生まれるはずだったんだ。ファーザー。だが大切に育てたぜ。何よりも。待たせたのはソロ。全てはこのためだった。私は決めたの、ファーザー。あなたを殺し、蛇を抜ける、そして自由になるって。悪いけど、ここで死んで。ヘビなんざどうでもいい。俺にとっちゃただのスス。殺しをやるためのな。あれからさ、胸の奥がな、乾いて仕方なくなってな。血だけが潤してくれるんだ。黒い乾きを言う。殺意だ、ソローネ。俺は人をやりまくった。やって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 、その度胸がスーッとすんのな。お前の血も見せろよ、ソローネ。ファーザー。さてと。こちらの番だな。使わせてもらう、ファーザー。私の獲物だ。
行くぞ。よっ、いいでしょう。はい、来た来た。私の獲物だ。行っといで。いざ。はっ。さあ。いい、改めなさい。このほらほら、出番。こちらの番だ。いいぞ、ヒカリン。カラペコだ。私の獲物だ。ガオ。やれやれ。ありがとう。さあ、フクロウ、私の獲物だ。いっといで。さてと。はっ、いざ、殿のために。大剣翔ブランドよ。どうだ、ドローネ。いや、とどめだ。やってやるよ。ライフスティールダガー、行くよ。ライフスティールダガー、やれやれ。もう安心です。ありがとう。さあ行こう。スイ、行きますか。それ出番か。こちらの番だな。おや、感謝するぞ。押して、いざ。大剣翔ブランドよ。私はあなたとは違う、ファーザー。
私はただ自由になりたいだけ。ついでに俺も自由にしてくれよ。ふざけないで。俺を殺させるためだ。この時をずっと待ってたんだよ。さあ、俺を止めてくれ、ソルオーネ。そのナイフを俺の胸に突き立てろよ。俺を殺してくれ、ソルオーネ。こちらの番だな。私の獲物だ。行くよ。ライフスティールダガー。さてと。どうですか。さあ、ライフスティールダガー。やれやれ。傷を癒やしたのに。すまん、テメロ、ここからだ。この力は。さあ、行こう。ライフスティールダガー。行くよ。ライフスティールダガー。行くぞ。うん、この目だ。私の獲物だ。おっしと、任せろ。返しの太刀。さあ、つむじ風。いいでしょう。傷を癒すために。来た来た。ガロロロロロロロ。私の獲物だ。ガオ。返すぞ。ごめんよ。もう安心です。もう一丁。そうです。そうくらいな。ここからだ。やらせ、こちらの。ああ。下、下。
行くよ。オッケー、揃うね。はよ。ありがとう、オーシット。行きますか。傷を癒したのに。さあ、テメロス、行くぞ。おお。ほよ。はよ。ありがとう、オーシット。さあ。よし、こちらの場所。いや、とどめだ。行くよ。任された、ソローネ。俺が相手だ。いいでしょう。聖なる盾よ。返すぞ。やれやれ。ほら、こちらの場。行くよ。ヘビは素早いよ。ライフシールだが掃除するか。ライフシールだが、さてと、もう安心です。師匠に怒られる。行くぞ。そうっす。うん。出番。本気出すから。
やる。よし、どうですか。いいでしょう。祈るなら今ですよ。もう安心です。もう一丁。こちらの番だな。悪いね、光。行くよ。ライフスティングダガー。ここからだ。やったね。ライフスティールダガー。私たち。さてと。いざ。死ぬな。騒ぐ。熱弾。行くよ。ライフスティールダガー。およ。急いで。行きますか。本気で行きますよ。傷を癒やしたシルロス。私の獲物だ。ここからだ。よっ。乾いて仕方ねえぞ。母ちゃん。クライナ。はい、おしまい。私は他の子みたいに遊べないの？遊んでるだろうが、俺と。違う。街で見たの、他の子は。かわいいクマさんとか、そういう。お前にはナイフがある。最高の相棒だろ。もういい。怒んなよ、サローネ。世の中、決してやらなきゃならねえ奴もいる。最高の掃除屋にしてやる。うまくやれたらキイチも買ってやるよ。うん、ファーザー。ずっとあなたにナイフを教わって、あなたに言われるまま殺してきた。でも今初めて怖いと思った。
あなたを失うのが。ねえ、父さんって呼んでいい？やっと俺も父親になれたか。悪くねえ、娘を持つのだが、ソロをね、俺が死んでもお前は自由になれねえ。カネ、アエ、目的は達した。でも私の心は満たされず、代わりに空虚が訪れた。俺が死んでもお前は自由になれない。あえ、本当の父親に。私の自由って本当の父親って、ファーザーの言葉を反芻しながら、私はその意味を考え、そしてそのうち考えなくなる。鍵は二つ手に入れた。両親の命と引き換えに奪った鍵だ。この鍵を合わせれば忌まわしい首輪を外せる。私はついに自由になれる。鍵が合わない。やっぱり合わない。なぜだ。鍵は両親が持ってるはずだった。じゃあこの鍵は何？私の首輪の鍵はどこにある？戻ってみるか。もう一度帰って確かめるしかない。蛇の巣に。